皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今日はですね、恵比寿にやってきてまして、素晴らしいお店のご紹介になります。おジャンルはお肉でございまして、最高っす、食べ放題でございます。うわ、お店がシュラスコのアレグリアさんでございます。で、アレグリアというお店はもう16、7店舗ぐらいありまして、歴史がね、5年ぐらいなんですよ。だから知ってる方ももしかしたらいるかもしれませんが、この恵比寿に先週オープンしたということで、今オープン記念で半額やってるんですよ。いや、すごいです。もう予約がいっぱいで、今店内も満席なんですけど、今回はね、ちょっとね、小声でやるかもしれません周りいっぱいいますんで。そしてアレグリアさんのメニューなんですけども、2時間5000円のやつと2時間4000円のやつ、この2パターンありまして、でお店の方に聞いたら、この2時間4000円のやつが、まあ、スタンダードになってるそうです。でこっちの5000円の方になると、和牛のカルパッチョ、アレグリア特製バーニャーカウダ、チェリートマトのピクルス、ウニとイクラの小丼、季節のジェラート2種類とプラス1000円なんですけども、かなり豪華になりますね、こっちは。で、右側にいろんなお肉のこう部位がバーッとありまして、まあ、牛だけじゃなくて、豚や鶏もありますし、シュラスコならではのこのパイナップルもね、あります。でここにあるお肉たちが全部食べ放題になっていると。でそして飲み放題プランもあって、ソフトドリンク飲み放題が800円で、スタンダードのアルコールのやつが1800円で、プレミアムだとワンランク上のお酒が飲み放題が2500円となっていると。ランチだと2時間2800円、15種類のシュラスコ食べ放題、ポンデ形状、サラダ、特製煮込みカレー、あ、これはこっちにもありますね。この煮込みカレーはちょっと食べてみたいですね。こちらサイドメニューのサラダでございます。はい、そしてまず野菜がやってきました。これ2人前だと思うんですけど、結構な量なんですよ。いや、もうこの店はすごいね。油断してるとどんどんお肉来ちゃうから。で最初のお肉に関してはね、もう取れてないから、すごかったですもん。カメラ回す前にもうお肉がね、持ってこられましたなので今もうね、これね、赤にしてますね。緑にしちゃうとね、どんどん来ちゃうから、もう赤にしてます。まあ嬉しいことなんだけどね、2時間だからね、時間制限あるから。うわ、これめっちゃうまそうだな。うわ、チキンめちゃくちゃ脂乗ってるね。すごい美味しいよこれ。しっかり輝いてますね。これがあのポンデゲージョというチーズのパンだと思います。うまいね。餅が入ってるぐらいの、かなりもっちり。いや、そう、いや、ラム肉もね、食べ放題ですよ。ラム肉全然臭みがないね。何これ、めちゃくちゃいいぞちなみにね、卓上に調味料があるんですよ。これと、あとね、こちらです。玉ねぎのソースっぽいけどな。お、うん、ここにしときましょう。あ、これ美味しそうだな。ゴロゴロ野菜入ってますね。お肉がさっぱりしそうだよね。ちょっと酸味が効いている、うん、これでどんな感じなのか。醤油ベースでさっぱりしてて、このおろしがまたいいね。うん、なんかステーキとかに合いそうな感じ。わ、なんかこれご飯欲しくなってる、ね、あれみたい、シャリアピンソースみたいな。あ、そんな感じなんですか、うん、このビネガータイプ。うんうん、俺の年代だとするとこっちがいいかもしれない、ね、あ、さっぱり系の。彼は ビネガーの酢が効いてるから。あ、こちらビンウイッソとなります。はい、ちょっと待った、もうこれほら、押しただけで肉汁がもうすごい出てくるんだよ。すごい、ほらほら、これ分かるかな、ほら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 、あ、すごいすごいすごい、肉汁が、皮もパリパリだし。うわ、肉汁ソーセージ。うわ、牛のランプ肉、ランプ肉。うわ、すごい。はい、じゃあ、うわー、はい、ありがとうございます。ここから牛肉がやってきた。しかもすげえ柔らかいし、こっちもさ、いい焼き具合なんですよね。側面やばいっすね。ビネガーの効いたソースをここに乗せますこれは間違いないでしょ。もううまいっす。うお、
これ。しかもさ、4000円だけどさ、今キャンペーン中でさ、これ半額よ。あれが2000円ですもんね。2000円よこれ。もしかしたらね、この動画見てる人で来れる人いたら絶対来ると思う。さっき店員さんに聞いたのよ、予約すごいんですかって聞いたら、もう今月は結構埋まってるみたいです。それで他の店舗も半額やるんだって。うん、4月のね14日までらしいよ。うわすごい、うん。でしかもさ、これ完全予約制だから、この恵比寿店だけでもこんだけ満席だから、もう他の店舗やばいだろうね。ソーセージ激うまだぞ。いやちょっとカットしないのかな。すごっ、ソーセージめっちゃパリッとジューシー、すごいですね。食べ放題です。ニンニクと青唐辛子のソース、結構辛いみたいです。ちょっとせっかくなんでね、まあ、これがどんだけ辛いのか、人柱になりましょう。おお、大丈夫かこれ、どうなんだ辛さは。うわこれは辛いね。結構いきましたもん。あ、辛い。ニンニクガツンなんだけど、青唐辛子の攻撃的な辛さが、まあ2段階ぐらい上回ってて、辛いの苦手な方は絶対食べられません、うん、ただ俺みたいに辛いの好きな人は今の半分の量でちょうどいいと思います。いやさっき結構つけてるんですよ。もうここさ、恵比寿駅からさ、まあまあ歩くんだよ、ね、若干ありますね。どちらかというと穴場的な感じですかね、場所的には。デートにもぴったりじゃないですか。デートぴったし。ちなみに今店内はカップルが何組かいます。男2人で食べてる人はいません。これはイチボ。あ、イチボですか。一番人気のイチボ。はい、一番人気。はい、どうです。はい、アレグリアさん一番人気のイチボでございます。イチボはお尻の方のお肉ですね。脂がすごい乗ってるし、めちゃくちゃうまそう。生きててよかった。肉汁が甘いし、甘いですね、柔らかいし、これたまんねえな本当に。これ2枚もらっててよかったですね。さっきお店の人がね、もう1枚いいですよって言うから、それだって言われたら断れませんよ。まんまかよ。これ飛ぶよ本当に。飛ぶうまさ。すごい、ペッパーステーキだそうです。うん、このペッパーステーキ、さっきのイチボといい勝負。そうなんですか。俺の中では今同率1位です。本当ですか。結構油が甘くてさ、これに関してはビール飲みたいな。あの見てる方でね、お酒なんで飲まないのっていう人は、来れる方限定ですけど、皆さんが代わりに飲んでください。出たそれ。今日本当に贅沢ですよ僕。今日もだ。あ、すいません。たまにね、まだ僕食べてませんけどとかさ、言うじゃないですか。やっぱり言います。飲んだよ。飲んなくてやりてるんですよ。早く食べなさいほら。2時間だぞ。もうこれうまっ。すりおろしたニンニクが、まあ、お肉に染みてるんだけど、俺個人的にはさっきのペッパーステーキの方が美味しいかな。フォークスペアリブ、でも脂身がたっぷり。これはもう、うん、ほら甘い。甘いか。これは明日肌がツルツルだな。うん、いやでもどのテーブル見てもみんな笑ってるんだよ。いやそうですね。肉はね、人をね笑顔にさせるね。確かに。うん。あ、じゃあ取り分けいたします。そしてここでまたチキンに戻るというね。あ、いやもう本当にうまいっす。ワッキー幸せ。インエビス。なんかこれ普通だな。いやもう結構食べてるよ。特製煮込みカレーの胃袋も開けとかなきゃいけない。そうなんだよ。絶対カレーは食べますからね。当たり前ですよ。で今度は豚の肩肉ですよ。忙しいね。忙しいね。チキン食べて、ラム食べて、ポーク食べて、ビーフ食べて、またチキンに戻り、豚を食べるという。なんで最後だけ日本語なんですか。ポークじゃないのか。分かんない。うわ、もう俺お腹いっぱいだわ。もう来ました。もう来てる。僕まだ行ける。煮込みカレーの胃袋開けてます。その分でも大丈夫です。
ちょっとワキさんパイナップルいきましょう。パイナップル、いやいや、食べない食べない。これワキさん大丈夫ですか。俺もう腹パンだから。いただきます。20代の胃袋っていいな。次マッシュルームですか。いちいち言わなくていいや。大丈夫ですか。食べなくていいや。分かるだろマッシュルームだろ。お腹いっぱいなくて。うわうまい。俺の分も食べてくださいよ。もううまこの贅沢ものめ。あ、すいません、あの煮込みカレーサイズがありまして、大盛り、中盛り、大盛り、ルーの日がございます。あ、中盛り、大盛り、はい、ルーのみ。ルーのみも。あ、じゃあ、あの僕大盛りで。大盛りで、はい、かかりました。大盛りお二つ、はい、ありがとうございます。うわうわ、これ肉がゴロゴロしてる。でかいっすね。すごいな。あ、香りがまたうまっときたな。うまそうだね、これ。これは間違いないやつだ。肉だけじゃなくて締めに煮込みカレー。うわ、たまんないな、これ。これにたどり着くまでの2時間でしたからね。だったらカレー屋行けよっていうね、ツッコミが聞こえてきましたけどね。どうも申し訳ございませんでした。ということで、いただきます。どういうことですか。うわ、これはもう、これおかわりしてえな。おかわりだろこれ。これあのほら、さっきのお肉たちがさ、多分余ったところだと思うんだよね。全部これ使われてるわ、カレーの中に。うわ、じゃいろんな部位入ってるんですね。うん、あ、これは美味しい。あとね、ご飯の炊き加減もいい。ちょっと固めです。うん、はい。ちなみにウーロン茶、これ最初の一杯だけでした。煮放題にした意味ですよ、これ。いや、食ったね。腹パンですね。肉という肉を食らいつきましたよ。そうですよ。どれもクオリティが高くてさ、ね、これがハズレとかもこれが当たりとかさ、そういうのがあんまなかったよね。もう全部当たりですよ。全部がもう美味しかったね。いや、とにかくさ、提供スピードが速い。めっちゃすごかったです。満席だったんだよ。そうっすよね。そう、どんどん来るから。いや、止まんなかったです。そう、すごいよね、あのサービスがね。で、しかも完全予約制ですから、それで満席なんだからね。いや、そんなにすごいか。ずっとだよ。で、今回さ、ほら、うちら半額で済んだんだけどさ、さっきお店の方に聞いたら、まん延防止対策、あれがさ、3月の21日で終わるんだけど、3月の22日、そのマンボウが開けた次の日から、なんとね、全店舗であの4000円のコース半額になるそうです。いや、すごいこれ。4月の14日まで14日まで、うん、で、平日限定だそうです。これはね、もうぜひね、アレグリア近くにありましたら食べに行った方がいいと思います。まあ、完全予約制なんで、お店に電話をして、で、その半額の旨も伝えて、で、それで多分適用になるんじゃないかなと思うんですけども、4月の14日まで平日限定4000円が2000円です。通販感でしょ。アレグリア恵比寿店、恵比寿駅東口出て徒歩7、8分の場所にあります。で、店舗が全部で17店舗ありまして、で、4000円コースが2000円になるキャンペーンに関しては、直接お店の方に問い合わせください。もう肉をたらふく食べたい方で、最後締めにカレーを食べたい方はぜひ。そして今回のコメント紹介ですが、ピングチャンネルさん、いつも撮影編集お疲れ様です。関西済みの自分にとって、東京近郊は飲食は高いイメージでした。でも、それを楽しく打ち砕いてくれたのがワッキー TV でした。これはあれだね、この前のほら、激安の居酒屋の紹介の、お店の移り変わり激しい中、それぞれの頑張る飲食店を応援しているワッキーさんの楽しむ姿に心打たれます。そして、いつも元気と楽しさを配信してくださり、本当にありがとうございます。まだまだ厳しいご時世が続きそうですが、ワッキーさん、ユッチーさん、くれぐれもご無理のないように動画楽しみにしています、という。こうやってさ、分かる人には分かってくれるんだよ。いや、ありがたいですね。そういう方だけでいいのよ。そうですね。そう、まあ、変に上げ足取ってくる人もいますけども、まあ、そういう方も大歓迎ですよ。いいんですけどね、ピングチャンネルさんみたいにね、ちゃんと裏側の裏側までさ、イメージしてこうやってね、書いてくれるっていうのはね、本当ね、もう励みになりますよ。嬉しいです。嬉しいよ、これは。このように皆さんからのコメント、あと下にある高評価ボタン押していただければ励みになります。チャンネル登録もよろしく。またね。横浜のアソビルという施設の中にあるカウンターの立ち食い寿司、光り輝いてますよ。クイッといきましょうか。はい、ホタテでございます。わあ、でかい具合は半端じゃないね。うわっ、マジでめちゃくちゃうめえ。カウンター寿司入門のお店みたいな。